選手の皆様にご登壇いただきますので、皆様ぜひ大きな拍手でお迎えください。サイントルガルガールキャラ、ありがとうございます。よろしくお願いします。行きましょう。車で行くんですか？車で行きます。暑い。暑いよね、はい。よろしくお願いします。スーツが見慣れなくて緊張します。ね。なんか戦場に赴く感じありますよね。あります、ね。はい。予約って言ったらもうあと12日ですから、ね、6月入って発表になるとは思わなかったな。まさか。いつも会見の時はこうやってビッグさんに乗せてもらうんですか？はい、会見は初めてですね。会見は初かもしれない。試合の時はそうですね、結構その横浜でやってたんで、8月って電車で1時間からまた乗り換えてって嫌だったんで、朝早くですけど申し訳なく車を出してもらって、なんだろう、軽量軽量の日も8月は出してもらって。ビッグさんといえばプライストラコイラのね、はい、ベテランですよ。大ベテラン。僕も何回か練習でお会いしました。練習してるんですか？まあ、してないに。プライストラ初期の頃のメンバーなんで、はい、プライストラの歴史を知っている方ですね。斉藤さんも付き合い10年ぐらいですか？そうですね、僕東京出てきてからなんで10年以上ですね。もう若かったですね、あの時はね。僕も22ですよ。ガンガン練習してましたよね。グラップリングとか普通に我々とやってたんで、はい、だんだん動けなってきた。じゃあ始めていこうから、はい、半年ですよ。うん、あ、でもそんなもんですよ、選手って、まあ、特にこの時代ですから大会数も限られるし、減ったり増えたり。そうっす、うん、だからちゃんとこう運営側もあのやってたのもこうしてたんで、あまりこう僕は騒ぐことなく淡々とやってましたけど。ああ、言えないじゃないですか、そういう情報、表の情報って言えないですしね。当初3月にドームやるっていう話、年末のスーパーリーナしてたんで、3月俺間に合わねえなと思ったんですけど、こう伸びて伸びて伸びて巡り合ったような感じがありますよね。巡り合わせが良かった。全然緊張しないんだなと思ってて、これ8月の人もそうなんですか？行きの車は普通ですよね。まあそうです全然普通ですよ。まあ、さすがベテランだな。ベテランって言い方変だから、もう何回も経験、こういう舞台経験してるから疲れちゃうんですよね。平打ちにこうグーってやってると、浮かばれますよ。さすがにこれに自転車来ないでしょ。ここまでは来れないですね、さすがに。とりあえず今日の会見早く終わって帰りたいなっていうのもあります。あ、そう、ここから降りていくと、あ、ホリプロ。ホリプロはいいんですよ。ホリプロ。やっぱ目黒来たらホリプロ見ないとね。あれあれ。1時スタートだったら3時行かないかなと思ってるんですけど。なんかすごいとこじゃないですか。合ってるよね。合ってます合ってます。来たことあるんでね。あります。はい。なんかすごいとこじゃないですか。そうですね。ちょっとびっくりするんですけど初めて見た。うわ。だからあの時ぶりです。体験の時ぶりです。10月か。日本庭園みたいな。そう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 。本当にね、あの和って感じです。おはようございます。すいません、お手洗いに行きました。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。今やっぱ早くていいですね。いいですよ、ね。30分で着いちゃった。あ、この平日でも。はい。リモート多いですもんね。入れる、控室に入れるんですか？控室は、はい、あの選手1位、マネージャー1番入れます。あ、こんにちは。そうです。こんにちは。よろしくお願いします。頑張ってね。はい、ありがとうございます。これがあの仕上がったやつですか？そうです。さすがですね。これあの社長さんにオーダーメイドで作ってもらって、はい。だからこうピタッとしてるんですか？はい、金額を聞いたらびっくりしますよ。ファイターの体にバッチリですからね。はい、完全オーダーメイドです、ね。はい。生地から完全オーダーメイド。仕立て。いや、めちゃめちゃかっこいいっすもん。はい。いや、すごい。丸が一つ違うような。斉藤豊のYouTubeチームが一人。あ、はい。会場にありますので。あ、ちょっと。あ、はい。じゃあ、はい。お願いします。僕ら、控室の方に行きます。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。
ただいま入社会見を始めさせていただきます。まずは IGCO 榊原伸幸より、カードの発表に先立ちまして、ご挨拶並びに大会の追加の概要をご説明させていただきます。よろしくお願いします。はい、こんにちは。ようやく、いろんな意味でようやくなんですけど6月になりまして、大会まで、本当に悲願の東京ドーム開催まで、2週間を切りました。放送配信については今軽くお話しさせていただいたように、当日、大会当日はフジテレビさんで、一部地域を除いて、全国ネットでゴールデンタイム20時から21時54分まで、放送をさせていただきます。そして従来通りスカパーさんで、ペーパービュー放送を、完全生中継で開催させて、実施させていただきます。それと RIZIN LIVE でもやらせていただいて、本日より RIZIN LIVE は先行発売を開始します。続きまして、一つ変更事項があります。試合の開始時間、当初から開始時間が変わりまして、会場は13時半、午後の1時半会場で、イベントの開始15時半、3時半になります。はい、今日登壇いただいた選手たち含めて、この会場に来れてない選手もいますが、追加4カード発表させていただきます。3つ目、斉藤豊 VS ブガール・ケラム66キロ契約、これノンタイトル戦で行います。5月31日に緊急事態宣言が明けての発表でということで進めてたトフィック・ムサイフ選手、ブガール・ケロム・テラム選手、これはもう入国を済ませてます。現在隔離中です。で、隔離状況の中で試合に向けての最終調整を個々に今進めてると、緊急事態宣言が明けた6月の1日に発表をということで、今日まで発表が伸びました。それでは続きまして、斉藤豊選手、お願いします。はい、今この大変な状況で、ケロモス選手と対戦が発表されたことを、安心しているというか、試合に向けてやってきた、たくさん練習してきているので、大変な中、日本に来てケロモス選手に対して、これは敬意を表してベストコンディションで、臨みたいと思います。とにかく激しい試合、一緒に残る試合をして、盛り上げたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では続きまして、ケラモス選手、コメントが届いておりますので、ちょっと、一旦ライトを落としていただいて、右手前方のスクリーンでコメントいただきます。はい、見えますか？大丈夫ですか？Всем привет! Я рад еще раз драться в резине. У меня бой был с чемпионом его весовой категории, но это не титульный бой. Я выиграю его и докажу, что чем настоящий чемпион я. はい、ありがとうございます。斉藤選手、前回の試合から試合間隔が少し空いてしまいましたが、その間、どんなふうにお過ごしされたかということと、今回の試合に向けて、強化してきたことをどう教えてください。はい、前回の11月の試合で、鼻を骨折して、年明けくらいからだいぶ練習を再開したんですけども、8月と11月と去年やって、足りないところとか、修正しなきゃいけないところが見えたので、そこを、ちょっと時間かけて、今もやってるんですけど修正しているのと、あとフィジカルトレーニングも結構力を入れてやっているので、全体的にパワーはついたかなというふうには思っています。今回の試合に関しては、
まあ、もちろんあの勝負しに行くんですけど、チャンスがあればどんどん倒しに行って、まあ、できれば決着、KO 決着できたらなというふうには思っています。カイラー・ゴールという選手、強行を倒した、寺本選手に対しての、そっちの印象と、今回のノンタイトル戦なんてことに関してそうですね、印象は、まあ、パワーがある印象はありますね。直線型でパワーがあるという印象はあります。はい、タイトル戦にはならなかったわけですけど、いずれそのこの東京ドーム大会ではその坂本選手とクレベル選手の試合も行われるわけですが、この試合を超えて、タイトルマッチにも臨みたいという気持ちもあるでしょうか。あ、そうですね。カカオとやることになると思ってます。はい、ありがとうございます。はい、はい、では以上で質疑を終了となります。最後、写真撮影となります。準備をいたしますので、しばらくお待ちください。まずは、全選手、全登壇者でのさせていただきます。はい、カメラさんご指示いただければと思います。はい、こちらお願いします。お願いします。お題をお願いします。ありがとうございます。じゃあこちらお願いします。お願いします。はい、では、続いて対戦相手ごとの撮影となります。よろしいですか。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。はい、ではそれでは以上をもちまして、記者会見終了とさせていただきます。よくご存知ライジン28、記者会見終了とさせていただきます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。長かった。あ、でも3時前ですね。はい、浜本さんどこ撮ってました。僕は全然見えなかった。こっち側ですね、逆サイ側にいて。逆サイ、はい、全然見れなくて。俺と思った。よく撮れましたよ。おー、よかったです。よく撮れました。綺麗に撮れました。無事、はい、試合も発表できたんで、とりあえず良かったなっていうのと、まあ、あと2週間切ってるんで、できることも限られるんですけど、試合に向けて頑張っていきますというところで大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。はい。